後半開始のキックオフ、アーセナルがボールを動かします。ガエル・クリシー、フェルマーレン、ガラス、ここにサニアがいます。動きに躍動感があふれますウォルコット。これはディフェンスが勝った。シュート、キーパーにボールが収まります。サポートも寄っていく。ここにドログバ、ディアビ、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。キーパーボールをつかみます。アネルカ、アネルカからのパスは通りません。ウォルコット、周りを確認したい。これは絶好のチャンス。カードも覚悟で止めに行ったのではないでしょうか。見事なフリーキックでしたが、キーパーこれは読んでいましたか。アルシャビン、このパスはダメでした。通りません。ガラス、サニア、テオ・ウォルコット、ファブレガス、これはファンペルシー、パス通りました。顔を上げたい。クリシーがさりげない存在感。ディアビ、入るか。同点の願いを込めたシュートはゴールならず。ここで追いつけると非常に楽になったんですがね。ランパード、ジョー・コールが行きます。ディフェンスをかわした。ゴールが見えてきた。アネルカ、ナスリ、勝負どころと見たか。前に飛び出します。狙っていった。素早く詰めたい。チャンス、打った。このシュート入りません。これは決めないと。ここで攻守が入れ替わります。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。空いたスペースに走り込みます。サミル・ナスリ、ルーズボールになった。サンプルシー、ウォルコット、ここにサニアがいます。客席は落胆の雰囲気に染まります。スローインでゲームは再開されます。ここでスローイン、エッシェンがいました。フローラン・マルダ、アネルカ、フランク・ランパード、ドログバ、フィジカル勝負ではやはり厳しい。ここでシュート、ゴールゴールゴール。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。ナスリ、クリシー、この動きがアルシャビンです。ジョー・コールです。ファブレガス、ボールにはウォルコット。あ、やっちゃいましたね。いいクロスを入れたい。アーセナルのボールでスローインです。チャンスは終わりません。さあ折り返した。キーパーの手の中へ。ドログバの存在感が光ります。アネルカ、ディアビ、この手のボールだとエッシェンは拾っちゃいますよ。アルシャビン、このボールは重要です。動きに躍動感があふれますウォルコット。いやー、岡田さん、それにしてもしっかりとパスをつないできますね。はい、狭いところでもしっかりとつなぐという意思が見えますよね。
ファンペルシー、この時間になっても高まる集中力、またしても止めます。エッシェンが攻守に効いています。ドログバが抜けた、ゴール、大量点となりました。これで今日3発目ですよ。絶好調ですね。両チーム交代があります。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。いました、クリシーです。ナスリがこれを抑えます。ディアビ、ベントナー、さあ周りを見たい、鋭い読みでカット、マルーダ、ドリブルが止まりません。ゴール前に入ってきた、ナスリがここにいました。ガエル・クリシー、ディフェンスの網にかかる、ボールを取られました。ゴールが見えてきた、これは来た。このシュートはさすがに強引か。スターリッチ、パスコースにはディフェンスがいます。テオ・ウォルコット、滑っていく、どうだ、コーナーからスタートします。体を寄せる、体に当ててクロスをブロック。ドログバがここに出てきます。入った、これはナイスシュート。これでリードを広げます。喜びを爆発させています。まあ嬉しいのは分かりますが、ちょっと派手にやりすぎてますね。さらに追加点、勝利をより近づけます。そうですね、近づきましたね。これでもう決まりでしょう。ゴールが見えてきた。試合終了、チェルシー勝利しました。試合が終了しました。どうご覧になりましたか、岡田さん。はい、素晴らしい攻撃的なサッカーを見せてくれました。見ていて楽しい試合でしたし、今日は監督も満足していると思いますよ。そろそろ終了の時間となりました。今日の試合はいかがでしたでしょうか。今日の試合は実況が西岡明彦、解説は岡田武史さんでお送りいたしました。では皆さん、さようなら。Janeiro, janeiro.